こんにちは、パワミです。本日はデータの紐付け、リレーションシップについて解説します。本日の流れです。はじめにリレーションシップとは何かを簡単に説明します。次にリレーションシップを使う上で必須のデータベース設計の基本的な考え方を解説します。次にパワー BI でのリレーションシップの操作デモをします。今回は入門編としてリレーションシップの基本を簡単に解説します。リレーションシップの応用となる複合キーでの結合や多対多結合については次回解説しようと思います。このチャンネルでは Power BI、Power Apps、Power Automate など Power プラットフォームの使い方を紹介していきます。もしよかったらチャンネル登録もお願いします。まずはじめにリレーションシップの説明です。リレーションシップとは2つのテーブルを紐付ける役割を持つものです。スーパーの売上一覧と商品一覧の2つのテーブルを例に説明します。ちなみに実際は売上数等の列もあると思いますが、今回は説明のためデータを簡略化しています。今は2つのテーブルが別々にある状態でデータの紐付け、リレーションシップがされていません。この状態でテーブル1のスーパーの売上一覧をグラフ化するとどうなるでしょうか。グラフはこのような感じになります。X 軸に商品コード、Y 軸に金額、判例で原価と売上を示しています。この時、X 軸は商品コードが表示され、商品名が表示できない状態になっています。これはテーブル1のスーパーの売上一覧には商品名の列を持っていないためです。商品名をグラフに表示するには、テーブル1のスーパーの売上一覧とテーブル2の商品一覧のリレーションシップが必要になります。具体的には、テーブル1とテーブル2の商品コードの列で紐付けてあげます。これがリレーションシップです。商品コードで2つのテーブルをリレーションシップすることで、テーブル1の商品コードからテーブル2の商品名を表示できるようになります。グラフ化するとこんな感じです。Power BI でのリレーションシップは基本的に一対多の結合になります。一対多とはどういうことかというと、2つのテーブルの紐付ける列のうち、一方は1位のデータを持つ列で、もう一方は重複データのある列ということです。今回の場合、テーブル2の商品一覧の方の商品コードは1位のデータになります。商品一覧に同じ商品が複数入っていることはないためです。一方で、テーブル1のスーパーの売上一覧の商品コードは重複のあるデータになります。この例を見ると、1月1日と1月2日に同じ商品コード0001の売上データが入っています。そのためテーブル2の商品コードが1に対してテーブル1の商品コードが多の結合になります。Power BI では基本的にこの一対多の結合しかできません。多対多の結合や複数の列、キーで結合する方法は次回説明します。さて、ここまでの説明でこの2つのテーブルについて疑問に思った人もいるかと思います。そもそも2つのテーブルになんて分けずに1つのテーブルで管理すればいいんじゃないか、そう思った人もいるんじゃないでしょうか。これを説明するため、次にデータベース設計の基本的な考え方を説明します。この表のように、確かに一つのテーブルとして持てば、わざわざリレーションシップをする必要もありませんね。しかし、このテーブル、データベースには少し問題があります。データベースは、データを修正するときにメンテナンスしやすい設計とするのが良いです。どういうことなのか、表のデータベースを例に説明します。スーパーの売上一覧に、日付、商品ごとの売上データが入っています。今回、商品名の牛肉を国産牛に変更しようと思います。この時、データはどうやって修正すればよいでしょうか。1月1日と1月2日の牛肉を国産牛に修正する必要があります。
この例では2箇所のみの修正ですが、実際には数十箇所の修正になるかもしれません。Excel の場合、データの検索と置換で一気に修正はできますが、基本的に何箇所もデータ修正すると間違いが起こりやすくなるので避けた方が良いです。ではテーブルを2つに分割した場合を見てみます。テーブル1のスーパーの売上一覧には商品コードのみデータを残し、テーブル2の商品一覧に商品コードと対応する商品名のデータを分けました。先ほどと同様、牛肉を国産牛に変える場合、今回はテーブル2の商品一覧の1箇所だけ変えれば OK です。テーブル1は商品コードのデータのみ持っているので、商品名が牛肉から国産牛に変わっても、商品コードは0002で同じだからです。このように1つのデータを修正するときは、1箇所だけ修正すればいいようにテーブルを分けるとデータベースのメンテナンスが楽になります。それでは今説明したリレーションシップについて、Power BI の実際の画面での操作方法を解説していきます。今回は説明のため、簡単なスーパーの売上一覧と商品一覧のテーブルをサンプルデータとして用意しました。サンプルデータは Excel データで、売上一覧のシートに売上日、伝票番号、商品コード、原価、売上数の列を作りました。もう一つ、商品一覧のシートに商品コード、商品名の列を作りました。まずは Power BI デスクトップから Excel ファイルを取り込みます。売上リスト、商品リスト、2つのシートにチェックを入れて、データの変換をクリックします。Power Query Editor が開きました。Power Query Editor ではデータ型の変換だけしておきます。データ型の変換について知りたい人は、前回の動画を参考にしてください。ホームタブから閉じて適用をクリックします。データの準備は完了です。それでは早速リレーションシップをします。リレーションシップは左上のレポートタブの2つ下、モデルタブで行います。モデルタブをクリックして開くと、すでにリレーションシップができていました。矢印にカーソルを当てると、2つのテーブルの商品コードで適切に一対多のリレーションシップがされています。アスタリスクの方が一対多の多になります。これはデータを読み込んだ際に Power BI が同じ列名と列の中身を見て紐付けられそうな場合は自動的にリレーションシップをしてくれているためです。今回は自動で正しいリレーションシップがされていますが、正しくない場合もあるので、必ずチェックしてください。手動でデータを紐付ける方法も解説しておきます。今あるリレーションシップを削除する場合、矢印にカーソルを当てて、右クリックで削除を選択します。リレーションシップの削除のポップアップが出たら、OK をクリックします。手動でリレーションシップをする場合、一方のテーブルの紐付ける列を選択し、もう一方のテーブルの同じ列の上にドラッグ&ドロップするだけです。これでリレーションシップができました。簡単ですね。それでは正しくリレーションシップができているか確認するため、グラフも作成してみます。レポートタブに戻ります。集合縦棒グラフを選択してグラフを作成してみましょう。軸には商品一覧の商品名、値には売上一覧の売上数を入れます。棒グラフで X 軸には商品名、
Y 軸には売上数を表示できました。これは商品一覧と売上一覧の2つのテーブルがリレーションシップできているためです。試しにモデルタブに戻ってリレーションシップを削除してみます。もう一度レポートタブに戻ってグラフを見てみると、リレーションシップができていないためにすべての商品で全商品の売上数合計値が表示されてしまいました。このように複数のテーブルを紐付けるのにリレーションシップを使うことができます。逆にうまくリレーションシップができていないと、このようにグラフの表示がおかしくなっているので、その時はモデルタブを確認してみてください。最後になりますが、Power BI でリレーションシップを使いこなせば、いろいろな異なるデータを紐付けて相関関係を見るなどデータ分析の幅がさらに広がります。次回はリレーションシップの応用として複合キー、複数列での結合と多対多結合について説明します。本日はありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録もお願いします。